さあ、三大スペシャルシングルマッチ最後の試合です。 FMW そのスーパースターの名を果たしてどちらが売ることができるんでしょうか。まずは ECW でまさにそのスケール感、世界のスーパースターを名乗るにふさわしい男、田中正人がゆっくりとリングインしようとしているわけであります。ドキダクさん、はいはい、いやまさにこのビッグ大きな会場で見るとさらにこの田中のなんて言うんでしょうか、スケール感っていうのがね、こう如実に感じられますよね。まあただどうですかね、俺はこの試合に関してはどっちがどっちとも言えませんね、やっぱりね、どっちがどっちとも言えない。さあハヤブサです。ハヤブサもな、来ました、まさにその伝説今よみがえらんというハヤブサであります。やっぱでもこうやって目で見ると心の中では僕も、まあ、この間と一緒ですよね、はい、今のスーパースターの位置に対してなんかわだかまりみたいなもんあるけど、やっぱりハヤブサだよ。ハヤブサはやっぱりスーパースターですね。スーパースターですよ。これそれは田中も認めてましたからね。いやそれにしてもこの雰囲気、久しぶりに鳥肌、背筋が寒くなるこのゾクゾクっとするこの雰囲気ね、何か私たちも何か本当に久しぶりに味わうわけですけれども、ただ今回このマスクかぶって出てくるのは、はい、本人は本意か不本意か分かりませんよね。いやでもね、今日に限っては H がハヤブサのマスクをかぶっているということはこれ許されないわけでしょ。正真正銘のハヤブサなわけですよ今日はね。さあそのハヤブサ、まあ昨年のあの8月札幌での悪夢の引退以来、実に約1年ぶりのこのリングインであります。おお、斉藤さん来た、来ました、このシルエット、頼むよ。もうしっかりとこのスーパースター頂上対決を見据えようという新崎人生の今シルエットが神々しくと申し上げておきましょうか、この FMW ゲートに浮かび上がっているわけであります。目頭が本当マジで熱くなってきました。もうね、この時点で全員スーパースターっていう風にね、私なんか思ってしまうわけですけれども、今新崎人生の心中察するやいかに、どのような気持ちでこの FMW マットを向かおうというんでしょうか。不甲斐ない H に対しカツを入れるかのようなあの手紙の一文、そして今日そのハヤブサの復活をこの目でしっかりと確かめようというため、急遽道のプロレス試合後にこの FMW まで帰ってきてくれました。さあまさにこの悟りの境地、邪念を完全に振り払ってこの試合に臨むしっかりと見届けようというこの新崎人生の澄んだ目がね、まあ澄んでいながら非常に鋭い 目が、まさにその眼光がハヤブサに今注がれているわけであります。ドキダクさん、はい、この人生がわざわざ道のくプロレス試合後にね、この東京まで飛んできてくれたこの思いっていうのがね、このもちろんハヤブサに伝わらないわけはない、そのあたり
新崎人生、この試合にね、どういったものを求めているのか、あるいはどういったものを見届けようとしているのかね、そのあたりが非常に興味深いですよね。ただ本当はあの H の発言に対してね、はい、最近の H の言動とか H の行動に対して不快感ありっていうことですけど、はい、人生は自分からそういうことは言いませんけどね、はい、スーパースターって意味で言えば、まあ、それは田中も H もスーパースターですけど、まあ、本当に世界的なスーパースターですからね、まあ、拍手ってことないけど人生 ね、はい、もう新崎人生は本当の意味での、まあまあ、皆さんもう今リングにこの2人だってスーパースターですよ。それはただ自分の口からそういうことは言わないじゃないですか。人生は H は俺をスーパースターと呼べと言いましたもんね、うん、まあ、もちろんそれもキャラクターとしてありなんでしょうけど、はい、しかしね、杉崎さん、はい、まあ、こんなところでと言っては申し訳ないんですけれども、このハヤブサ田中将と過去数々の激闘をね繰り広げた名勝負数えたじゃないですか、うん、思わぬところでハヤブサ対田中将っていうシングルマッチが ね、 こういう形でね見れる出演したっていうのは、それもお互いにこれいい試合をしようとかいう気持ちとかではない、本当にぶつかり合いますよね、まあ、あの潰し合いっていうぐらいね、もう負けたらもうこの居場所がないぐらいの、まあ、それはそれで副産物ってことになる。往年のハヤブサの動きですよ。ただ人生の目にどう映ってるかですよね。人生はこれおそらく何も喋ってはくれないでしょうけど、はい、あら、まばたきしないですもん。人生すごいですよ。しっかりと目に焼き付けています。やっぱりね、まばたきしてる間にね、この2人の場合は試合決まっちゃったりしますよ。一撃必殺の技をいくつも持ってますんで、この試合は本当僕らもちょっとね、いや、目離せません。はい、じっくりとした攻防であります。しかしね、田中の言うのは本当に田中のいろんなこう言動とか行動とかは確かに一理あるんですよね。はい、で、H の気持ちも分からんじゃないですよね。その、スーパースターだって言わなきゃいけないところまで追い詰められたっていうんですか、こう、まあ悪いけど。まあでもほら、ハリウッド進出もあってね、やっぱり自分はスーパースターだっていうね、そのぐらいのやっぱり自我は当然あったわけで、それを声高に言って何が悪いっていうね、あれ H としては当然そう思うと思いますよ、私は。ただね、これ2人に共通してるんですけどね、はい、2人とも言ってること一理あるんですけど、うん、一理はあるけど二理はないね。あの、軽く納得はできるんだけど、うん、本当に心の底からその通りって思えることは言ってませんよ、お互いね。お互い、うん、おー、あ、そう、早くもハヤブサか、ハヤブサか、あ、これはひょっとして対角線で飛ぶのか、懐かしいぞ、それ、これがハヤブサだ、これがハヤブサだ。だからそういう意味でね、本当この試合が全てですよね、かかってますよね。いやー、フェニックス伝説の師匠がまさに呼び寄られましたね、今ね。まあ、これね、対角線新進のトペコンヒーロー、ハヤブサと呼んでいいんですよね。ハヤブサですよ。ハヤブサもね、これ本当にどれぐらいの気持ちでやってるか、これは我々にもわからないと思いますよ、はい、だって基本的に去年マスクを脱いだ時に本人的にも決意を持って臨んだわけですからね、ハヤブサはね、ハヤブサをやめて葬って H になる時に、はい、もちろんそこにはあの冬木さんの汚い、うん、あの手段もありましたけど、はい、でも本人も最終的には、あっ、よみがえった田中将人。それでやっぱり早草のファイトをこれから続けていくに関しては、はい、あのレスラー事業に本当にあのこれ大きい問題ありますんでね、うん、彼はあのいろいろな問題も抱えてるかもしれないし、はい、あれだけこれだけのヘビー級でね、あれだけ美しい技をしてね、うん、体が痛んでないわけないんですよ、わけないですよ本当に、はい、まあ、そういった意味でのスタイルの変化、変、あの痛いって時にね、うん、痛いって時にね、はい、痛いって言ってる人とね、痛いって時にね、はい、綺麗でいなきゃいけない人、どっちがダメージあると思います、斉藤さん。あ、なるほどね。俺はね、このハヤブサって人のダメージは普通じゃないと思うんだよ。常にハヤブサであり続けなければいけない。そう、はい、そういったで、その人がまた今日これハヤブサ被るわけでしょ、はい、俺今日のこの試合でまたこれ寿命がものすごく、まあ、もう先のことなんか考えてやってないだろうけど、肉体的にも精神的にもやっぱきついですよね、常にハヤブサであり続けるっていうのは。
それで現実問題として日本のプロレス界を支えてきたスーパースターの一人であること、これはもう間違いのないことなんです。それは間違いないです。田中でさえ認めてるわけですから、それはね、はい、ちょっと待って、あれや、なんか嫌な音したなと思ったら今ね、ただし俺がこんな風に思ってもこれなんかならないけどね、クレイジーボーイが机入れましたよ、うん、あれだけ一緒に行動して一緒にもう本当心と心が通ってあるであろう人生をもしてまで不信感があるって言うんだから、うん、H に対して、うん、あの荒井社長を突き飛ばしたあたりからちょっとおかしくなってますよね、 H ね。うわ、だからそれを考えると田中の言ってるのも一理あるんですよ、やっぱりね。こういった戦法が今までね、はやぶさ時代に戦ってきた田中とはちょっと違いますね。 ECW でトップを取った男っていうのは、いや、そうでしょう、当時の田中とはまだ一味も二味も、あるいはスケールはね、一回りも二回りも大きくなってますんで、綺麗事だけでは渡っていけないでしょうからね。そうでしょうね。ただそのもうこういう攻めは未だかって田中はしてこなかったですから、どんなことがあっても綺麗事でなければいけないためにどれだけ今までにこう苦労してるかってことですよ、はやぶさがね。はやぶさはみんなね、こうファンの人、綺麗だな、かっこいいっても初めてプロレス見た人でも、はい、はやぶさの試合見たらもうね、まーって言いますよ、うん、その後ろにどれぐらい彼がね、うん、それはもうね、僕なんかこうね、もういつもこうビッグマッチの時、そういう感じで、もう涙が止まっ、こらえてしまうんですよね。杉崎さんも何かこの試合だけはシリアスに語りに入ってますけれどもね、語らずにはいられないっていう感じですかね、今日は。ただその語ってる人よりも語らない人生の方が辛いとは思います。まだまだこれ喋ってるからまだあれだけど、うん、はい、さあその伝説の不死鳥はやぶさ、まあ不死鳥というぐらいですから、当然このリングに戻ってきて叱るべきという気もします。はやぶさは常に生き続けている。ああすごいエルボーで返していった。しかしターミネーター田中将人、ほんのぐらいのことではハヤブサペースを流れを持っていくことはできません。とにかく恐ろしい男です田中というのは。この強靭な肉体がさらに研ぎ澄まされて、世界というね荒波に揉まれて、さらに二回りも大きくなって帰ってきた。しかもこれまではいわゆる2番手という、ね、言葉に甘んじてきたこの田中がついに本気でトップを取りに来ています。あのフロックでは ECW では通用しないですもんね。そうですよ、今ねバックドロップを食ってるのに全く効いてませんよ。この強靭な肉体をもってして、しかも精神も大きくなってきて、ちょっと隙がないですよね田中には。危機迫る勢いのガンの助をですね、結局のところはダイヤモンドダストで葬った先日のオンエアイーストの試合を見てもですね、だから田中ももともとそのあまり穴のない選手ですけどね、はい、そこへラフが入ったでしょ、はい、だからラフで大流血しているガンの助にやはり田中のパワーを持ってすればこれはガンの助というのもあったのかもしれませんけどね。うわラリアットですか今。ラリアットですね。やはりそういう意味でも今までの田中対はやぶさというシングルマッチとはちょっと違いますよね。違うでしょう。田中のぶつかり方っていうのはもう当時以上にハードになって、あ、崩れた今。ああ今フランケンシュタイナーを田中が強引に潰した格好になりました。うわー、だって FMW を今日で終わらせるって言ってるわけですから、はい、それはイコールもう H、はやぶさを葬るってことですよ。今までの FMW は、まあ、新鮮になってからの FMW っていうのはイコールはやぶさと言っても過言ではなかったですからね。まあ一つの時代を終わらせるということで、一度はやぶさが葬り去られた時にね、時代はまあ終わったのかというふうに思われたんですけれども、実はまだこういった形で田中の中では終わってなかったわけですよね。まあ田中の中ではもちろん自分が終わらす、そして自分が台頭するということがイコールしていたんでしょう。見ました斉藤さん、オーバーヘッドキック、バッチリ決まりました今、はい、さあそして不死鳥がまたしても伝説を築かんという、新たなる伝説を築かんというのは
来た。おお、しかし見事に立ちましたね、早草ね。え、なんだこれは。久しぶりに見た三角飛び式のケブラーだね。これ久しぶりに見ましたよ。いや、あの新生旗揚げ当初っていうのはね、よく使ってたんですけれどもね。本当ね、去年辞めた時の事情が事情なだけにね、素直に喜べないものはありますよね、はい、なるほど。さあ、スワンダイブからまたしてもこれは早草得意の技であります。このままホールに行く。いつ見ても華麗さを忘れないこの伝説の不死鳥早草。H の時はね、たまに空中殺法をやったんですけれども、空中での姿勢とかそういったものっていうのは結構荒削りだったじゃないですか。ところがね、このハヤブサっていうのは、あの空中の姿勢もやっぱりハヤブサでなければいけないっていうかね、綺麗な技を決めていかなければいけない。そういった意味でも先ほど杉崎さんがおっしゃられたようなことっていうのがやっぱりあるんでしょうね。綺麗に技を決めなきゃいけないっていうプレッシャー、ね、ダメージ、はい、それでそれがもうあの自分の肉体状況とかそういうのの言い訳許されない選手ですからね。そうですよね。おお、自ら宣告してのファイヤーバードスプラッシュ。さあ、ターミネーター田中の胸をつんざくか。さあ、これはどうか。カウント2、カウント2。今のこのターミネーター状態の田中にはファイヤーバード一発ではちょっとスリーカウント難しいか。おそらく今日はファルコンワロー。さあ、得意技必殺技2連発、しかし2で返す。まだ余裕がある。ちょうど2年前ですかね、はやぶさ対田中のシングルマッチが後楽園ホールであった時には、5月の大会だったと思いますけれども、まああの時もですね、ファルコンアロー都合5発ぐらい出しましたかね。さあ、これ後ろ向きということはフェニックスかな。ああ、うーん、やはりね、田中のうーわー、この技ね、あの時を思い出しますよ。リバースの流れ式ブレインバスター。ああ、またしても鋭い眼光を注げる、注ぐこの新崎人生。今はやぶさ流れ式リバースのブレインバスターを送った満身創痍のはやぶさに何を思うんでしょうか、新崎人生。ああ、うわー、デスバレー弾丸トルネード。おーっと、カウント2。やっぱり H になってる時はあれですけど、やっぱりはやぶさになるってことはそれだけ責任感あるわけでね。はやぶさのコスチュームで出てきたこの今の H には人生が心配するようなおごりのようなものは一切感じられないですね。全くないでしょう。うわー、今のは待ってください。ちょっと待って、これね、あー、ちょっとやめて。頭をもろに打ちましたよ。ぐったりしてます、はやぶさ。あー、これはおー、返した。おー、絶対返さないと思いました今。え、アッサンバム、アッサンバムって言った今。アッサンバムって言いましたね。うわー、あのザ・グラジエイターの必殺技アッサンバム、まあ、今回ライリー終了だったんですけどね、残念でならないんですが、まあ田中としてはそのライリーができなかったね、グラジの気持ちも背負っての ECW 魂のアッサンバムということでしょ。おー、これを返す、まだ気力がこの早草に残っているとは。うわー、え、ピクリとも動かない早草。今の技は杉崎さん、後ろから首をスリーパーのようにした状態で後ろに投げ捨てましたよね。この早草のヘビー級の体がね、うん、頭でツツツって、うん、脳天から完全に落ちて滑りましたよ。おお、それでも生きてる。私には信じられない。エリモ、あー、これはダメか。まだ返している。今人生はどういうつもりで、これをどういう気持ちなんですかね、これ見つめている。うわー、はやぶさっていうのは
不死鳥の間に恥じないよこれ。あんな技を食って旋風客、これ早草がいかにね、いっぱい、うわー、ラリアット、ここまでか。だんだんね、人生の表情がちょっと変わってきましたよ。今ね、息を飲みました、人生が。完全なる無表情だったんですけど、今まで。それほど戦慄が、人生の心にも、このハヤブサの戦いが響いているか。カウンターエルボー。あれほどハードなヘビーな技を食っていながら、ハヤブサはまだ戦える。まさに不死鳥、伝説は今蘇っているのか、この駒沢伝説。しかもこれは HH、HH を繰り出していく。だからね、田中も一時でもいいって変わったんでしょ、はい、より凄くなって戻ってきましたよね。はい、はやぶさはやっぱり H であったことをプラスにしなきゃいけませんよね。そうですね、うん、さあこのままもう一回、これはファルコンアロー行くのか。ファルコンアロー行った。いやー、しかし、うわー、まだ決まらない。はやぶさはね、あれほどの大技食ってますんで、しかしながら、それでもやんなきゃいけないんだから、これまだファルコンアローを繰り出すね。私は余力が残ってるこのハヤブサ、もう今の段階でね、あ、これはもう、だからそれがね、だから余力っていうか、もう何にもなくてもやんなきゃいけないんですよね、この人の場合は。あ、フェニックスクラッシャー、ちょっと不完全かな今。ただ膝が、膝がね、思いっきり田中の腹にめり込みましたね、めり込みましたね。あ、あ、もう十分だろう、この戦い。ただこれ十分だって、これ勝ち負けが大きく今後に左右しますんでね、最後。あまりにもそれは濃すぎるな。フェニックススプラッシュが、フェニックススプラッシュを食ったこの田中の方が元気だよ、これ。田中はダイヤモンドダストが、無情にもこの伝説の筆頭に、このダイヤモンドダストが不死鳥。あー、なんとか、なんとか小艇でこらえた。これは何があるんでしょうか。あー、流れ式パワーボム、終わらない、終わらない。あー、ちょっと私もちょっと言葉を失いつつあります。これはあの、ほんと自分のね、試合が今日終わってから見に来てくれた人生選手の気持ちね、気持ち、ダイヤモンドダスト受け取ってもらいたいな。ダイヤモンドダスト返した人生の光が ねちょっと汗ばんできました。人生の気持ちに、今日でね、人生の人間が試されるよ、いろんなね、人生の魂に、このハヤブサのね、この耐えるハヤブサの魂が今届いている。この技をね、なんで鈴木さん返せるんですか、今のハヤブサは。もう言ってしまえばレスラーとして知りたいですよ、これ。あれだけの技を食って、ね、しかも自分の H の言ってたスーパースターって意味は、いろんな意味があるんじゃないの、やっぱり。しかもフェニックススプラッシュを返されてるんですよ。あれ、まだまだ、うわー、おー、カウント 2.9、 バックブリカみたいな感じで落としてからね。うわー、いやー、この試合決まるんでしょうかね。あー、これは、あー、スリーカウント。必殺技をハヤブサがフィニッシュに使いましたですね。そしてターミネーター、あ、そし今マスクを取りましたね。人生の目には
どう映ったんでしょうか。あ、人生複雑な表情ですよ。人生見てください。あ、何を思う新崎人生。あ、そして田中を金村と邪道。あ、本当だ。今人生の横を通って田中が金村と邪道が肩を貸して今理解してと戻っている。クレイジーボーイも一緒ですか。ですね。クレイジーボーイも一緒ですね。ははー、チームノーリスペクター、これやはり ECW に加担していくということになるんでしょうかね。さあ今はやぶさがマスクを取って勝ち名乗り。まあ何よりもしかし新崎人生がどういったアクションを起こすのか。人生にはどう映ったんですかね、このはやぶさの勇姿がね。今語りかけてね。あ、人生はやはり無言で、入りました。無言で引き上げていく。無言で引き上げていきます。あ、答えは分かりません。人生のみぞするその答え、回答は果たして何なんでしょうか。あるいは人生の中で答えは出たんでしょうか。あそこのモニターで今の俺の顔よく見てくれよ。ハーネスよ、顔たぬき見てるし、ラジオかっこ悪いよな。だけどさ、だけど今日みんながここで見たことで何かを感じて、俺たちと一緒にまたこういう空間で夢見たいと思ってくれるんだったら、俺は今のこの顔が自分の中で一番かっこいいと思う。もしも今日何時かを感じてくれたら、そして俺たちと一緒にもうちょっと歩んでみよう、夢見ようって思ってくれたら、 FMW に、そしてこのスーパースター H に黙ってついてこい。さあ最後は H のテーマソングがこの42,000人、失礼いたしました、4,200人、超満員のお客さんの耳に鳴り響いているわけであります。おい、ふいき、聞こえるだろう、引退撤回おめでとう。楽しみ増えてよかったよ。だがさ、何が天竜だバーカ、お前のベルトはこの俺がもらい受けに行く。覚悟しとけよ、お前らも楽しみにしといてくれよ。リーナー、よし行くぞ。お楽しみは、杉崎さん、はい、最後のお楽しみはこれだからだのね、はい、大合唱聞きましたか。今までとまたちょっと違う風に聞こえましたね。正直言ってですね、この割れんばかりの歓声が一気にお楽しみはこれだからだってね響いたのはおそらく初めてじゃないですかね。そうですね。いやだから今やっとスーパースター、うん、H、はやぶさんね、はい、気持ちがリンクしたっていうか、気持ちがお客さん届いたんですよね。ある意味ではあとものすごい前向きでいいじゃないですかね。天竜って名前出したけど、ええ、俺だって言いましたよ今度。まあそういった前向きで強い H がねファンの心を掴んだっていうことですかね。いや本当ね、今日はいろんな意味で感動しました。いろんな意味で、まあ、感動って言ってはすごいけど、はい、いろんな意味で改めてね、彼スーパースター、スーパースターって言ってましたけどね、はい、
俺はやっぱりいろんな意味で彼はスーパースターだと思うよ。本当に認めざるを得ない。認めます。認めざるを得ないね。確かに本当にスーパースターだよ。あの田中にピンフォールが散ったわけでしょ。いや結果もだけど、うん、全てだよやっぱり彼の全て姿勢、うんうん、そういった部分をねしっかりとファンも今日初めて心に焼き付けてね。だって本当に今までと違うもんね。うわ彼はやっぱ本当にスーパースター。これね彼の言葉は別にあの無理やり言わされるわけじゃなくて、はい、まあ、スターっていうか本当にプロレス界のもう宝ですよ。まあ、何より大事な人ですよこれは、うん、マット界の至宝に今日、まあ、完全に高らかにこの H も名乗りを上げてね、高々と宙に舞う H、 あるいはハヤブサと申し上げておきましょうか。どれぐらい偉大な男なのかっていうのはよく分かりましたね。まさに今スーパースターに花開いたと申し上げておきましょう。少なくても今日この会場に集まってくれた4200人のファンはまたおな、この H これからに期待せざるを得ない。その期待感も含めてね、お楽しみはこれからだって、はい、みんなでこう自然発生的に出たわけですよね。